はい、えー、それでは今からですね、2018年12月担当式本試験ですね、えー、回答速報動画、財務会計論を始めさせていただきます。担当はレックスにコーシカゲと申します。よろしくお願いいたします。はい、えー、担当式本試験ですね、お疲れ様でした。 ね、まあ一日のですね、こう激しい戦いがですね、終わり、まあ少しですね、まあほっとした方もいればですね、不安を抱えている方もですね、たくさんいらっしゃると思います。はい、で、まあレクノでですね、一通り財務議論ですね、回答をですね、出し終えましたので、まあどんなに回答になったのかというところ、まあ全体のですね、公表を含めて、まあ財務議論全体としてのね、公表を含めて、まあ簡単なですね、各問ごとの解説をさせていただきます。で、まあ解説の方はですね、まあ全部細かくやってると時間がね、すごいかかってしまいますので。 まあ、ポイントになる部分も、ねえー、端的に解説をしていきたいと思いますので、えー、まあ、割愛させていただく部分も、ね、あの多々あるかと思いますけれどもあらかじめ、えー、ご承知の方をです、ね、お願いできたらと思います。はいで、えーまあ、財務課金のです、ねえー、どうでしょうかね、えー、可燃度性はですね少しですね形式の変化があったかなというところに気づいたと思います。はいではねこちらのちょっとレジュメを、えー、見てください、えー、出題傾向、形式、目標ですね、可燃度との比較ということで、えー、まずですね まあ大きな変化としては総合問題の台数がまあ6台になりましたと、ね、前回まではまあ平成27年以降ですね前回までは総合問題まあ1台なんだけどもその1台の中で4つのですね証文が組み込まれていたものが前回までとで今回からですねまあ総合問題は1台なんですけれどもね6台の証文が組み込まれているということで問題数が2台増えましたでその代わり配点が抑えられたんですね。前回までは 4問の証文に各6点が与えられていて計24点だったんですが、えー、今回はですねその逆ですね6問の証文に各4点の配点が組み込まれて計24点ということで配点自体は変わらないんですけれどもまあ台数と、えー、まあその配点の内訳ですね。 トータル点数は変わらないんですけれども、えー、台数と、まあ、各配点ですね内訳配点が、えー、異なっているというところですねまずここが大きな変更点というところなんですが、まあ、大きな変更点といってもですね、まあ、そんなにガラッとね、えー、全然違うっていうような変化ではないので、まあ、ここはですねそこまで面ま食あ、あのー、らわずに対応できたかなとは思いますはいそしてもう一つですね、えーまあ、理論がさらに少なくなりましたというところですね見てください、えーまあ、理論のですね問題数が 9, 点、えー、9台ですね で8点 ×9 台で、まあ、配点としては72点ですね。で残りの部分は計算ですから計算って128点配点が振られるということで、えー、まあ計算がおよそまあ65%理論が35%ということでまあ少しですね計算の分量が多い。はい、で個別の計算がまあ13台ですから、まあ、27年以降ですね、えー、まあ現在の形式に変わってから総合問題がですね1台の現在の形式に変わってから、えー、まあ理論が最も少なく計算が最も多いというですねそういう担当式試験になりました。 はい、で、えーまあ、計算の分量がですね多いので皆さんですね解いていてあかなりこれ時間が足りないなと思われた方もですね多いと思います。ね、ただ逆に今回のですね財務メけ論の特徴でもあるんですけど、えー、難しい問題と優しい問題の差が激しいんですね。ですんで、まあ、難しくてよく分かんないものにほぼ手をつけずに簡単なところにですね注力された方は、まあ、実は時間が まあ余ったっていうほどではないかもしれませんけれども、まあ、そんなに足りなくなるという感覚はなかったかもしれません。もう本当に分からないところで全部ね勘で、えー、チェックをするとかっていうやり方でやられた方はですね、えー、まあそんなに時間に切羽つまらなかったのかなとも思いますけれども、まあ、ただですねどちらにせよ分量が多いんで、まあ、多くの方がこう時間配分っていうところで苦しめられたのかなと、えー、まあそういう印象は受けました、はい、ではですね難易度を見ていきましょうかまずですね今申し上げました時間の部分ですけれども、まあ、計算の分量がですねとにかく多いです。 まあ簡単な問題もありますけれどもまあ純粋に分量が多いので時間内に完登することは困難と考えられるということでまあ全ての問題に触れた上でそれをですね答え切るということはまあかなり難しかったかなと、ね、相当計算がですね早くないと。 すす、えー、てててのの問題に触れて感動するっていいは、まあ、難しいかなと思いますんで、まあ、やはりですね、えーまあ、常日頃ですね、えーまあ、申し上げている、えー、取捨選択ですかねできるところとできないところをですね、えー、見極めてできるところに時間を使うというところがですね、まあ、いつも以上にポイントになってきたのかなと思います。はい で、えーまあ、ちょっとです、ね、計算理論ごとに難易度を見ていきますが、えー、まず理論の難易度ですね、えー、理論につきましては相当程度ですね優しくなりましたね、えー、前回前々回ですね平成29年度の2回の担当式本試験は理論の難易度が非常に高いと、ね、難しいというところでしたよねなかなかね普段一生懸命勉強をしていてもその成果がですね反映されづらいようなですね理論の問題でしたが、えー、今回は一、ねえーまあ十分に成果が反映できる問題ですね 成果の範囲とといいいうところがですすねより,りやすい問題だったと思いますなので、まあ、ちょっとですね財表の理論部分ですね財務の理論部分すごく時間かけてですね細かいところまでですねやられた方は逆にこう片すかしをですね食らってしまったような形になってしまうかもしれませんけれども、まあ、ただ、まあ、そういったね勉強ってのは当然今後論文のところでも生きていきますので、まあ、当然無駄にはなりませんしまあ、それだけ勉強ってから簡単に思えたっていうこともありますからね。はい、で目標の点数としては理論級であります。 えーまあ、ここにはありますけれども満点取ることも可能ですただ、まあ、やはりですね、あのー、緊張感のある本試験の中で、えー、9分の9取るというのは、まあ、それでもね少し難しいかもしれませんので、まあ、できれば1ミスの64点ここをですね狙いたいですね。うん、64点、まあただ実際のラインとしてはもう1台減って。 でまあ、7問正答というところが実際の、えー、まあラインかなと、ね、ボーダーラインかなと思いますので、まあ、なんとかですね9分の7というところは確保したいと考えております。はい9分の7ですね、うんまあ、今回の問題であれば9分の7ですね、まあ、しっかりと学習されている方であればですね点数は取れたかなと思います。まあ、ちょっと64点 っていうところ本当はね狙いたいところであるんですけども、えー、まあこの56点ぐらいに落ち着くかなと思います、はいまあ、場合によってはもう1問ぐらい実際のボーダーは減る可能性はありますけれどもちょっとそれだとですね消極的すぎますね保守的すぎますんで、えー、まあ56ぐらいというところに落ち着くかなと思いますはいでまあ計算ですね、えー、計算は申し上げた通り優しい問題と難しい問題の差がですね非常に激しいです非常に激しいと まあ基本的にその難しい問題ですね、あとで正当可能性を含めたですね、えー、また一覧表をですね、プレゼンターの方でご確認をしていただきますというところになりますけれども、えー、ただ、正当可能性、定のところはですね、まあ、基本的には、えー、まあ取れないかなという。 印象ですね例えば金利スアップですね問題児さんの金利スアップだったりだとかあと退職給与の会計上の見積もりの変更なんかはですね論文試験保守に出た論点なんですが、まあ、この辺もですね担当生だとなかなか厳しかったのかなというところあとは四半期ですね、えー、まあそういったところはですね時間があの足りなくなってしまった方がですね多いと思いますしなかなかね当期純利益というところで合わせるの難しかったかなという印象を受けますので、まあ、正当可能性は低いかなとでしたがってまあそういったところはあの、まあ、基本そんなにですねあの深く考えずにまあ思い切って もうね、鉛筆を転がしてて、えー、でマークをするっっいうののも一つの手だったのかなと思います、はい、ただその分ですね、えーまあ、優しいと考えられる問題に、まあ、いかにですね力を注ぐことができたのかということで、まあ、今回ですね正当可能性こうと手があってですね中があまりないんですね。まあ、理論はちょっと別ですけれども計算の方は中はまあ2台かなというところでまた後でですね、えー、一覧表を見ていきましょうか。はい で、えー、目標ラインとしてはですね128点、そこまで、あ、含めてですね計算に配点振られておりますけれども、目標ラインとしては76点から80点、ですね計算部分で、えーまあ、3分の2ぐらいはですね確保したいかなというところですね、3分の2弱ぐらいですかね。まあここもできれば80点 と、えー、って、お、ま、の、あ、じというところではありますけれども、まあ、なかなかね、えーまあ、本試験の緊張感の中で80点というところは、えー、確保できないという可能性もありますので、まあ、76ってです、ねえー、加減振っておりますけれども、まあ、72から80ぐらいの、えー、イメージを、ね、持ってもらえればいいかなと思います。はい、ただ、まあ、場合によっては、ですねもう少し点数取れる方もいらっしゃったかなと思いますので、まあ、プラスアルファ取れれば、おのじというところで、まあ、目標としては。 マスクならも70点ぐらいはね計算の部分で取りたいなという印象があります。はいでまあ理論と、ね、計算、トータルでいくとこの56点と76点で130点ぐらいですかね、まあ、ちょっと加減のほうになりますが、トータルでいくと56点と76点で、まあ、およそ130点ぐらいというところですね。はいいいこれぐらい取れれば、まあ65ぐらいね、取れれぐぐらら取取ばば 計算の方では、ごめんなさい、財務会計の方では、えー、合格ライン確保と言えるでしょう。ね、ちょっと下のところも百三点取れれば合格ラインということで、まあ五十五パーセントじゃなくてこれ六十五パーですね、すみません。六十五パーぐらいは取りたいかなと。はい、ね。で、まあここに書いてある通りですね。そして先ほど申し上げた通り、まあ基本的には、えー、まあ普段のスタンスで難しいところに時間をかけず、優しい問題をいかに取りこまさずに。えー ま、点数をね。拾っていくことができたのかまあ、その積み重ねで。で、えー、まあ、今回点数を取れると思いますのでねえー、まあ、いつも以上にね。こう問題の取捨選択能力というところがですね。問われた試験ではないのかなと個人的には思います。はい。で、ただまああのー、この目標ラインもですね。まあ、全体としての目標ラインは？ このあとですね、松本先生の動画、もしかしたら先に上がってるのかもしれませんけれども、松本先生のでですね、全体の LINE の動画の方はですね、ご確認をしていただければと思います。ただ、財務会計の方はですね、まだちょっと受講生とですね、ほとんど連絡を取っていないような状況ですから、まあ、LINE でね、ちょっとだけ、数人連絡取っただけで、まあ、実際のね、あの感想とかっていうのをまだ聞いていないし、出来とかもですね、ちょっとまだこちらので,ですね、受講生と直接話して聞いているところではありませんので、まあ、多少ですね、このボーダーっていうところは、まあ、今後の、ね、変化をしていくかもしれないので、 まあ今後のね、あのー、情報のキャッチアップというところは、えー、怠らずにですね、えー、またいろんなところで情報を拾っていくようにしてください。デレクノードもですね、えーまあ、来週の土曜日ですかね、えー、今週の土曜日かな、今週の土曜日に、えー、分析がありますので、またですね、まあ、1週間経って、えーまあ、どういったです、ね、状況なのかっていうところは、そこでお話をしていきたいと思います。はい、では、各問ごとのですね、えー、正当可能性と回答ですね、まあ、回答論はですね、速報値が、もう Web ノードでアップされていますので、 まあやはり皆さんの気になるところはやっぱこの正当可能性というところかなと思います。はい、で、えー、見ていきますと、まあ、こういうようなところでちょっとコメントを入れていきますが、えー、まず特殊商品売買です、ね、使用販売が出ました、でこれ、正当可能性中になっていますでまあここもですね特殊商品販売をそもそもです、ね、やっていないという方はもう正当可能性、手で切っちゃって構わなかったと思います、ね。ただ、特殊商品販売ですね学習されていた方は、えー、今回の使用販売についてはそんなに難しくないと。ですんです しっかりと学習された方であれば、まあむしろですね、中プラスぐらいの形で、高に近い中かなと、いう印象はあります。えー、なので、まあ、学習していない方は、もう切っちゃうと、で、されていた方は、まあ、なんとかね、あの、ちょっと取ってもらいたかった。取ってもらいた、もらいたかったかなっていうね、あの問題になります。はい。で、続いて、えー、問題八、引き当て金、ここ正当化の設定で。まあ、あの、退職給付の簡便法がね、えー、出ていましたので。 まあちょっとその辺でですねなかなか点数は取れなかったのかなと思いますね。えーまあ、レックノーでもです、ね、テキストにはですね載っていますけれどもまあそんなにがっつりとですね勉強されているという方はですねいらっしゃらないと思いますしそもそも切っている方も結構多いような論点ですのでまあここはですね正当可能性が低というところになります。はいただまあ引き当て金もほかのです、ね、あと3つですね。えっ、ー、と、賞与でしたっけね。賞与引き当て金と債務保証 ん工事と賞与と,と損害保障、まあ、この3つは合わせたかったと、まあ、いかんせんでも4つ合わなかったら、えー、金額が、ね、合わないんで政党、うんまあ、っていうのは難しいわけですけども、まあ、あとの3つは、まあ、それほど難しくないかなと思いますただ、まあ、文章ちょっと長かったりだとか読みづらかったりするっていう面はありますね、はい、で続いて政党可能性中がすみませんさっき飛ばしました関連当事者ですね でまあ、関連当事者はまた理論の解説の中で触れていきましょう、まあ、ここはですき、ねまあ、今日の理論の中ではちょっと、えー、細かいかなという部分が出ていました。で、えー、次、政党可の性定が金利スワップですね。えー、金利スワップは、まあ、ここは時間を自分で求めるということですので、えーまあ、基本的にはもう取れないと。ただ、文章を読んで数字出さなくても選択肢はですね結構切れちゃうんですよ。 例えば金利スアップの特例処理してるんだけれども、まあ、最後、自家評価して金利スアップがですね BS に乗っかってくるとか、ねえーまあ、文章だけである程度足は切れるので、まあ、そこでですねちょっと確率を上げて、えー、勝負をしてもらいたかったと、はいまあ、本当にこう、ね、金利スアップのところを理解されている方じゃないと金利スアップの時間の算定っていうのはふだん問題集でやっていないところですから、まあ、そこはは厳しかかったのかなと思いいます、はい、理解されている方は、まあ、逆にできたかもしれませんがそれでも厳しいですね。はい で続いて対象給付会計会計上の見積もりの変更ということでここも定ですねえま数理計算上の際の費用処理年数の変更ということでこれはですねあの,今年の平成29年度の論文式本試験のですね理論で出た内容で会計上の見積もりの変更として扱うというところがまあ分かるかどうかなんですけどがここもなかなかね普段やってないところですから厳しかったのかなと思いますのでまあここも正当化の性を定丁にさせていただきました。 はいまあ、仮にこう論文式本試験をですねしっかりとえ見ていた方はできたかもしれませんがただ論文式本試験でもまあ正当可能性というかね理論の問題なんですがあのみんなが取れるような問題ではなくてむしろ埋没に近いような問題でしたので、えー、まあ論文眺めていてもね多分こうコメントとしては別に正解必要ないよっていうようなコメントをですね私も書いたと思いますんでなのでまあそういったところであのまあ通常そこはね、えー、注意をしないようなところなんで。 なのでまあちょっとこのところはできなくても仕方がないというところですね。で続いて仕上げ、ね仕上げ自体はもう分量が多いんでね、えー、まあ利益をですね求めるっていう類の問題ですから、まあこれは基本的にはもう取り合わないということですよね。うん、なのでまあ無視して進むことができたのかっていうのが一番大きなポイントです。 で、財、えー、外連結財務省ですね、為替換算調整勘定で、まあこれ、中です。えー、ただ、内容としては全然難しくないんですよ。ね、通常通りのタイムテーブルを書いて、為替換算調整勘定を求めていけばですねいいわけですけれども、ただ、いかんせんですね、財外なんで分量が多いと。ねえー、なので、その点で中ですね。はい、内容自体は難しくないので、復習のときはね、えーまあ、今一度やっていただきたいところではあります。はい。で、あと、総合問題で正当可能性というのは、利益、上金、登記負残高と、親会社株主に属する登記純利益で、まあこの辺は、ね、通常切っていきますんで、えーまあ、実はね、あの、 ちゃんとやれば取るのはそんなに難しくありませんけれどもまあまあ埋没っていうふうに考えてここは手にさせてもらいましたというところで手、えーまあ、とね中の割合がまあ、いつもと逆なイメージですかねいつも中のが多いんですよね手よりでも今回中よりも手の方が多いというところでやはりですねいかに取捨選択というものができたか否かこれがポイントになったでしょう。はいえー、それではではすね、まあ、簡単に 各文ごと少しですね解説をしていきます。まあ、さっきもです、ね、言ったとおり、まあ、全部の方はですね触れていきませんので、えー、まあ簡単に、ね、ポイントだけを指摘させていただきます。はいではですね問題の1からいきましょう。えー、理論問題は間違っているところだけね指摘をさせていただきます。はい問題の1ですね、間違っている足はうとエですね。はいウ、えー、の一番最後ですね、原価償却計算が発生主義によらないというですね、えー、文言がありますけれども、まあ、原価償却計算発生主義ですよね、えー、現金主義ではありませんから。 まあ、非現金支出費用というぐらいですから減価償却計算は発生主義なので発生主義によらないというですね、えー、文章は間違いですねはいでは、えー、続いていくと A ですね A もうこれも下から2行目ですけれども、えー、関連会社株式は原則として自家評価とありますけれども、えー、関連会社株式を自家評価するなんて僕でやっていませんので、まあ、これはツになりますよと U、はい、と A がツですから なので正解としてはあといいのですね1番になりますはいでは次いきましょう次が問題のように概念フレームワークですねまあ概念フレームワークですね正当化の成功ですけれどもまあちょっとね、あのー、間違いの足が細かい部分はありますただ、まあ、丸足はどう見ても丸というところなんでちょっとどこがね違うのかというところを指摘させていただきますとまず「あ」ですね まあこう情報の理解可能性とねえ会計基準設定局面において新たな基準に基づく会計基準の情報価値は不確かな場合も多いとそのケースでは情報の理解可能性の存在が情報価値を期待させるとありますがね理解可能性ではなくてこれ情報ニーズの存在ですよねニーズがあったら価値が高いとだから意思決定に関連していくという流れでしたはいだから情報ニーズということでここが×ですね まあ情報の理解可能性の存在っていう表現を、まあ、あまり聞いたことがないというところでですね、えー、まあなんとか判断をしてもらいたかったかなとは思いますはいでは続いて「い」いきますね「も正直ちょっとくだらない引っかけですかね会計基準は少数の基礎概念に支えられた一つの体系をなしており意思決定との関連性がこの体系の目標仮説となっているとありますが、まあ、一番偉いの意思決定は有用性ですからはい なので目標としては意思決定の有用性ですから、これも関連性ではありませんよというところですね。まあ、ここもね引っかからないようにしてください。まあ、何がね概念フレームワークの頂点に君臨するのかというところを考えてもらえればと思いました。はいまあ、いやはちょっとまあくだらないというか、細かいねえミスを誘発するようなですね引っかけでした。ただ、ここもねちゃんと学習されている方はできたかなというところで、正当可能性はこうにさせていただきました。 ははいでは続いで本支店会計いきましょう本支店会計も、えーまあ、決して難しくありませんね、売上総利益の金額を出していきましょうということで、で、まあ、本支店合併 PL の売上総利益ですから、本支店間の取引は一切ですね、えー、無視をしていきます。はいですので、えー、見ていきますと、えっと、まず売上ですけども、売上はねはここを合算していきますね、3100たす1700で、ちょっと下に書いていきましょうかね、売り上げが4800と。 4800で使機種の商品、ここ簡単に簡易的なピールを書いていきますね、機種が800ですよで、登記仕入れ部分ですね、これがこれです、ね、本店の仕入れと、えー、支店の外部仕入れ、これを加算していきますの、ねえー、支店売上と本店から仕入れは、ね、こ,れこれはカットしていきますから、2、まあ、つありますけれどもね、ねそこは当然無視をして、登、え、記、ー、仕入れが4100と。 で期末ちょっとその下に期末も立て続けに書いちゃいますが期末は未達考慮をしていきますで未達ですね称号勘定なんかの差額から88がですね未達ですですんで未達を加えた期末棚卸さんとりあえず一回足していきましょうかね外部ごめんなさい本店の期末と支店の975足していきますが一応一旦あの未達を入れていきましょうか 八十八入れていきますよ。入れて、最後カットしていけばいいというところなんでね、一旦入れていきます。七百足す、九七五足す、八十八ですね。一七六三と、これ期末ですね、一七六三と。で、これで計算すると、えー、未達工場前の売上原価ですね、これが。三一三七ですから。 で、えー、未達考慮ごめんなさい未達じゃなくて内部利益ですね内部利益、えー、控除する前の利益が1663とただここは期末の内部利益ってところをです、ね、控除していませんので、えー、1663から期末の内部利益をですね、えー、控除していきますで内部利益はですね、えー、これ10%増しの価格で付加されていますんで 975+88 で、まあ、内部利益込みで 1> 1, でここから110%パー分の10%パー取っていくと内部利益が83になります。ね、はいですんで1663から83をカットしていくと。とすると1580が出ます。ね、はい答えは3ですね。まあ、特にですねあの難しい点っていうのはありませんので。 まあ本市店の取引きというところで一切除外してえ考えていく必要がありました、はい、では続いていきましょう続いてえまた理論ですね、えー、会計制度についてですはい、えー、まずですね何に使うのかというといいですね、えー、会社法において連結キャッシュロー計算書これを開示していきましょうというところですけれども、えー、まあ会社法ですねいりませんからねキャッシュローでもここはツですよと はいえー、続いて、A、ですね次間違っているのは、えー、金融商品取引用の、えー、開示制度において、えー、事業報告を開示するとありますけれども事業報告は会社法の話ですから、ね、なので金融商品取引用の中には入っていないよと、はいまあ、こツですね、はい。なので正しいのは「あ」と「う」ですね、はい、2番になりますこれも正当化のせいこうですね、はい、では次いきましょう、えー、次現預金ですね。 でまあ、ここも難しい話ってのは何もないわけですが問われているのは決算日の残高証明書における当税預金の金額ということで、まあ、ちょっと下にこれも書いていきますか、えー、企業の出発点が3百二2万1380円とこれ、企業側の出発点ですね。ね問われているのは 銀行側の子ですからね残高証明書残高ですから、えーまあ、流れとしてはねこういう形で進んでいくっていうことですよね。はいで、えーまあ、一応調整の方を簡単に、えー、見ていきましょうかまず括弧の1番ですね機械の購入代金支払いのために当社が振り出した小切手が当社に保管されたままであったということで、まあ、見渡しということですよねはいなので、えー、当社の方で加算調整振り出したと思ったんだけれども振り出していなかったよと。 で2番、これ、ご基調ですね。ご基調で、27万4600振り出したと思ったんだけれども、基調がごめんなさい、27万4600振り出したんだけれども、基調自体が24万7600と、4と7、逆に書いちゃったんですね。なんで、差額で、2万7000ですね、少なく、当座預金ですね、基調してるんで、減、まあ、算調整当社ので行ってあげますよと。はい で続いて、括、え、弧、ー、の3番ですね。の3番は見取り付けですね。えー、70万6600を増やしたけれども、仕入れ先が銀行に持っていなかったということで、見取り付けになりますので、まあ、これは銀行側で減産調整ですね。マイナス70万6600と、ね。で、弧では営業時間外の預けるですから、銀行側で加算調整ですね。プラス64万5000と。 でかっこの5番が振り込み、えーね、の3つですから3つ字ですから、えー、当社振り込まれてるんだけれども連絡もらってないということで当社の方で加算調整をしてあげますね、えー、まあ、預金自体は振り込まれていますと。で6番ですね、えー、まあ、6番も、えー、銀行に持ち込んだ会計処理を行ったんだけれども担当者が銀行の持ち込みを失念していたということでまだ銀行にですね預けていっていないというところですから、ねで。銀行に え持ち込んでいって預金増やしていたんだけれども結局持ち込んでいないわけですから預金を減らしていきましょうということでマイナス37万2500と、ね。はいで、まあ、あとはですね、えー、この反時計回りに調整してあげると残高証明書残高が求められますから、ねはい、これで答えは3番という形になります。はい、では次いきましょう。 で続いてが、えー、特殊商品売買、ね、まあ、ここもそうです、ね、ちょっとだけ解説を入れていきますかやってない方は切っちゃってください、特徴をやってない方は切っちゃっていただきたいというところで、えー、まず一般商品のボックスちょっと書いていきますねむしろあの、通常皆さんがテキストなんかで学習している設明よりも簡単ですねクリコ商品機種が12万5000円で,で当期仕入れ部分が210万と。 で資料の4番から期末が14万5千とそうすると差額で売上げ価分が出てきます。これが208万ですね。は108、い、万ですよと。で、売上が320万ですから。はい。なのでここで差額で一般販売の原価率が出てきます。これが65%。一般販売の原価率が65%。とですかで ちょっと基調方法を見ていきまますね。ま、ず一般方法は6番ですね、えー。商品、使用品を発送したときに仕入れ勘定から使用品勘定に振り返っているということなんで、まあ、この仕入れ210万の中には、えー、当期し送したものはです、ねえー、ないわけですね。で使用品勘定に振り返っているということは、まあ、全部、ねあのー、お客さんの手元にあるものはこの使用品155万、ね、ここに含まれているよと。で買取の使用があった使用品は買取の使用があったときに 使用品売上勘定をですね、えーまあ、仕分けしてで原価部分は期末に仕入れ勘定に振り返るってことなんでこれ155万っていうのは売れた部分と売れ残っている部分つまりお客,さんにお客さんのですね手元に残っている金額が155万あるよっていう意味を表していますですか売れた部分も売れ残っている部分も一生字があった部分一生字がない部分もトータルで155万、ね、で売れた部分は期末に、えー、仕入れに入れていくと。 売上原価の計算をするというところなんで、まあ、ここで、ね、当期思想したものが全部入っているというところですね。で考えていくと使用品売上が270万あってで使用販売の原価率がこれ一販売の原価率が分かったことによって判明します。65%とこの1.2%増しっていう関係を使うと使用販売の原価率が5 4 パーですね5 4 1 6 6 6 6 6ーとこれが原価率ですからなんでここに使用品売上のの270万ですねすいません、えー、かけてあげればいいわけですねでそうすると使用販売の原価が出てきます,これです、ね、使用販売の原価146万2500とですかで使用販売の原価が、ね、146万2500 ですから残った差額ですねこれが主要販売の当期ですね一生字がなかった、えー、残ってる部分ですね8万7500とはいですので試行残ってるのは8万7500で,で一般販売残ってるのが、えー、14万5千ですから、えー、合計で23万2 5五百と5番が答えになりますねあのこの問題問われてるのは、えー、期末の商品の金額ですからはいですんで 一回ね、この基調方法のところ、まあ、この部分をしっかりと読み取ることができたのかというところで、まあ、通常の対象感情法とかではありませんからね一番基本的な基調法ですから、まあ、手元商品区分法というですね一番基本的な基調法になりますので、ねまあ、その部分がしっかりと理解,理解できているかどうかということなので、うん、あまりこう特殊商品売買の要素ってのはそこまでないのかなというところです。 はいえー、なので、まあ、手をつけた方は何とか正解してもらいたい、ね、普段学習されている方は何とか正解してもらいたいという論点になります。はい、では7番いきましょう、えー、小手さんの BS 科学と。で、まあ、ここはもう解説としては数字は追っていきませんが、えー、建物と備品ですね、えー、これが前期の第三試案機器手に取得してますからこの累計額は6か月分ですね、6か月分。で、ここから対応年数を求めていきますね。 6ヶ月で75万6ヶ月で12万5000円と固有の捨を求めていって当期の減価消費費を求めていきますよと、はい、でやっぱ工業券とあとはですね、えー、工業用の設備これは生産高肥料ですね、えー、使えますんで生産高肥料で消却をしていくというだけですはいまあここはね、えー、この程度にさせていただきますはいでは続いていきましょう続いては引き当て金まあちょっと難しいですね引き当て金これから、えー、見ていくとまず商用引き当て金についてはもうそのままですね えーまあ、論点としてはですね、まあ、株主総会の決議事項かどうかっていうところ論点になりましたよねで、えー、決議事項じゃなくてもう確定してるんだったらこれ引き当て金として計上できないっていうことでした、ね、引き当て金はあく見積もりですからね4つの要件思い出してください、ね、引き当て金は見積もりになりますから、えー、で、えー、この場合定時株主総会で商用に関する議案を提出っていうことはまだですねあの商用の金額っていうのは決まっていないわけですから引き当て金として見積もっていきますねで取締役と 代表取締役とですね取締役3名と関西役3名、ねえー、この賞与の部分を合計すると6100ですね。はい、これがまあ将来的に支払われる賞与ということで引き当て金に計上されると。はい、で続いて工事損失ですね、えー、工事損失引き当て金、まあ、赤字工事になる部分については、えー、引き当て金として計上するというところで、えーまあ、工事損失引き当て金はとにかくですね今後見込まれる損失の額、ね、これを引き当て金として扱っていくんでしたね。ね今後見込まれる損失の額ですからあの トータル損失が分かっていてで、前期以前に損益が計上されたんであれば、そこをカットして残りの部分が工事損失引き当た金でしたで、今後見込まれる損失の額ですからね。でもこの問題っていうのは、ねえー、以前ですね損益はないってありますよね、両工事ともすでに計上された損益はないよというところですから、ねまあ、赤字となって今後損失が見込まれるんであれば、その金額が全額工事損失引き当た金になります。で、本文は工事完成基準ですからね、むしろ簡単。 おそらく、ね、皆さんは、簿記なんかで工事進行基準ね勉強したと思いますけれども、ねまあ、たくさん練習したと思いますけれども、これ、完成基準ですから、ねえーまあ、赤字になる分は全部ですね計上していきましょうということで、えー、見ていきましょうか。請、えー、け負金額が3万2500これが A 工事で、B 工事は請け負金額が1万9200と。で、A 工事はすでに2万7000払っています。で、残り1万5000ですね、払うという予定ですから、A 工事の総額、原価というのはここになるわけですね。はい A 工事の原価総額 2万7000足す1万5000で4万2000ですね。で、請負い金額ですね。まあ要はこの分だけお金もらえるわけですから、えー、3万2500です。現価4万2000です。赤字工事ですよね。9500のマイナスですから、えー、今後見込まれる損失の額、ねえー、前期前に損益計上されていませんので、9500が全部損失になりますよと。はい、今後見込まれる損失の額 9,、9500でちなみに B 工事は、これ赤字工事にならないんで、引き当て金の接待所になりません。はい、だから、ここは A 工事の9500だけ。はい、 で続いて、えー、損害保証損失ですけれども、えー、今回まあ裁判負けたら2万1 2 0 0払わなければいけないという可能性があるわけですでも裁判に勝つ可能性が高いっていうところですね当社の主張が認められる可能性が高いということは、ねまあ、裁判に勝つ可能性が高いんで払う可能性が低いんですねで引き当て金の4つの要件の中でですね、えー、その発生の可能性が高いことってありましただから金額の発生の可能性が高くなければ引き当て金に計上できませんでも今回ですね引きあのご,、ま、ごめんなさい将来の損失の可能性はむしろ低いんですよね 損失にならない可能性が高いわけですから、ね。なで、損失の可能性はむしろ低い。じゃあ、引き当た金を計上しませんよという流れになります。はい、ですので、ここゼロですね。はい、で、えー、まあ最後ですね、対象給付、えー、これ、簡便法なんで、まあ、ここはあのー、厄介なんですが、ね、まず見ていきますかね、えー、ちょっとこれ、電卓入れていきます。ひ、ま、つ、あ、み立ての一時金制度ですから、まあ、積み立てがないからね、その年金さんとかは際考えていきませんというところで、えーまあ、簡便法の場合、要支給額が、 最初級引きや的に基本的になっていきますが、えー、この比較指数ですね、こいつを最後かけていかなければいけないというところでした。あの知っていれば簡単です、でも知らなかったら、まあ、わけわかんないということになります。はい、前期末の要支給額が8900ですね。で、当期ですね、増加部分が1100で,で、減少部分が3000ですね。なんで、当期末の要支給額が7000なんだけれども、えー、比較指数0.8をかけるんで、5600、ね、この分だけ、えー、引き当金として計上するというところですね。はい えーまあ、知ってるか知らないかっていうところの論点でした。はい、なので、えー、役員賞与6100、工事損失9500、退職給付5600、はい、この合計で21200で、えーまあ、4番という形になります。はいそれでは、えー、続いていきましょう、続いて理論ですね。えー、問題9、まあ、有価証券ですね、えーあ。ごめんなさい、付随費用ですね、申し訳ないです。付随費用ですね ここもバもツ足が、えー、明らかなんですよねちょっと丸足の確かに「い」と「う」はこれ「丸って判断するのちょっと難しいかもしれませんけれども「バツが明らか」です。ね、で計算でやってるんですよ、ね。だから計算でやってる理論っていうのは、えーまあ、精度高くですね正,正当しなければいけない部分ですね間違えちゃいけないところで計算の中でもメジャーな論点ですから、ね、これ絶対間違えられないんです。はいえー、2行目ですね、えー、一口の費用として 付随,費用付随費用は取得時の費用として売買目的価証券の取得減価には参入してはならないとありますけれども、えー、有価証券ね売買目的価証券の取得減価のですね、えー、計算って購入代価プラス付随費用ですね、えー、足さなければいけないんです。ねまあ、自己株式じゃないですからね、はい、だからここは罰ですよで、えー、続いて A ですね A は、えー、アドバイザーサービス費用なんかですね、えー、これはですねまあ以前はですね、えー、取得減価に含めていったんですけれども、まあ、これ25年改正によって、えー、発生時費用種類ですから。 なので、人間価に参入するっていう処理は罰ですよと。まあこれで簡単に判断できるようにならなければいけないところですね。はい、では続いて関連当事者。まあここはちょっと細かいです。えー、見ていきます。 はい、まず、あーですね、ここが罰になります。関連当事者との取引は、会社と関連当事者との取引をいい、資源もしくは債務の移転、または意見の提供をいいと、したがって関連当事者との取引において、その対価性が要件となるため、対価のない取引は関連当事者の取引にならないでありますけれども、まあ、別に対価のない取引でも関連当事者との取引には該当します、まあ、する場合があるというところですから、まあ、これは罰ですよと、はい。で、E、えー、いいですね、E、ま、が、あ、いいちょっと細かいかなというところです。 あのまあ、この論点自体は知ってる人はです、ねえー、多いというか私のレジュメの中にも入っていますけれども、ねまあ、その取り扱いが、ね、やや細かかったかなという印象を受けます。で見ていきます、えー、関連当事者との取引による貸し倒れ懸念債権および破産構成債権等に関する情報は投資判断として有用な情報であるため必ず個々の関連当事者ごとに開示しなければいけないと、えー、あります。でまあ、一応論点ととしては、ね、関連当事者との貸し倒れ懸念債権や 破産構成債権等ですね。えーまあ、これに関する情報を開示すると、えー、無駄にですね、投資家の信用不安をあおることになるんで、まあ、開示を、ねえー、しない方がが、ね、いいんじゃないのかというです、ね、論点もあるんですけども、まあ、これ、開示を、ねえー、していくという話になります。ただ、その開示の方法ですね、えー、必ず個々の関連当事者ごとに開示しなければいけないというわけではありません。えー、個々の関連当事者ごとの、まあ、これらのですね、えー、債権に関する情報を合算して開示することもできるんですよ。 だからこの部分ですよねでもこの論点自体はああやったなって思った方もいると思いますが多いと思いますけれども、えーまあ、この開示のところまでしっかりと押さえていた方はですねちょっとあの少,なかったか少なかったかもし、えー、れません。はいで「う」ですねここを、まあ、なんとか丸足として、まあ、軸に判断をしてもらいたい、まあ、こことここですかね「う、えー」ウの「丸と「あ」の「ばつ」を軸にですねちょっと判断をしてもらいたいかなと思います。なのでまあここで、ね、ちょっと正当可能性中ですね。 合算して表示できる、ことが、えー、認められているというところです。はい、まあ、ここは正解できなくても、まあ、理論の中では仕方がなかったところかと思います。はい、では、続いて問題の十一キャッシュフロー。ですね。えー、まあ、ここ電卓をほとんど叩かないですね、区分の、えー、お話ですから。まあ、この資料の一番に、二を考慮していくって話になります。で、まずですね、えー、過去の一番。外貨建ての現金、および現金同等かかる為替差。 とありますが、まあ、これは現金および現金の等物にかかる換算差額ということなんで、まあ、上記3つのですね表示の中には入っていきますよね。だからこ,こは考慮外とはいで続いて2番ですね手形の割引収入これあの営業活動ですからプラス200と。 で、えー、現金同等物に含まれる有価証券の取得によるありますけど取得と支出とありますが、まあ、現金同等物に含まれるとありますのでね、えー、現金同等物相互の振り替えは、ー、キャッシュロー計算書のです、ね、表示対象にならないということでしたので、まあ、これもダミーですね。はいで、えー、4番自己株式の売却による収入これ財務ですね財務活動。ね、で工場がですね被災したことによる保険金収入、ね、これ保険金収入は営業活動の証券欄より下でもまあここは証券欄より下でも営業活動にあることには変わりないのでプラス六十と、ね。はい で、続いて事業税、えー、まあ、この税金関係ですね、えー、事業活動、ごめんなさい、営業活動になりますんで。えー、こま、マイナス百二十ってことですね、支払ですから、マイナス百二十と。はい、で、これらを計算していくと、えー、営業活動が。えー、九千七百四十ですね。で、ただ、まあ、この九千七百四十のところも、選択肢三しかないんでね。うん、まあ、ここからも。 1> 1個計算ででききれば判断できるかなとまあ特に投資活動なんかね、えー、何もないよ、ね、2700だよっていうところさえ分かれば、えー、もう3と判断できるんで、ね、まああのー、本当にこれでいいのかなっていう不安はあるかもしれませんけれどもまあここもね、あのー、ぜひ正解はしてもらいたいかなとで電卓はほとんど叩かなくてもいいというですね、まあ、ラッキー問題ではありますがうんまあちょっとね、まあ、判断に苦しいところもあるかもしれませんが。 まあ正当可能性はことをさせてていいいただきます、はい、ではいていきまますではしょう金融商品、えー、ここは正当可能性中ですね、まあ、やや判断しづらいかなとあとはまあここですね解答の形式がこの表形式になってるんで、まあ、少し答えづらいというところで正当可能性は中にさせていただきましたはいでえっ、ー、と見ていきますとまず間違っているところなんですが、まあ、ここ「あい」う「う、えー」は、まあ、全部ですね丸足になります ただなかなかまあ判断するのねちょっとうなんかは細かいですよね。個々の銘柄の有価証券の時間の下落がおおむね30%未満の場合には一般的に著しく下落したときに該当しないものと考えられるということでまあ,あのこれ丸ではありますけれどもなかなかそんな規定があるのかなと思っちゃうと思います。で、でまあレッグだとですね一応キのテキストの 研究課ピックアップで載ってはいたんですよ。で、多分ね、そこって入門の時には一回は読んでると思うんですが、ただこのね、あのー、上級機に入ってなかなかね、そういったところって読まないパターンが多いので、えー、まあ仕方がないかなとね、できなくても判断できなくても仕方がないかなとは思います。はい。で、絵がバツですね。えー、まあ、ちょっとこれううでいきますね。時価の下落について回復する見込みがあると認められるときとは、株式の場合。 時価の下落が一時的なものであり、期末後おおむね一年以内に時価が取得原価の50%を超える程度まで回復する見込みがあることということで、時、え、価、ー、が取得原価の50%を超える程度まで回復すると見込みになることを回復する見込みというわけですが、えー、まあ聞いたことないですよね。だまあ聞いたことないものも金融商品だとですね、よく問題には出てしまうんで聞いたことないから、まあ罰とかっていうそういう判断はなかなかまあ特に金融商品だと働かなかったかなと思います。だからまあちょっとね難しめな問題というところなんですが、まあ取得原価 からです、ね、まあ50%以上下落してで50%付近まで回復したら回復可能性があるっていうのが、まあ、ここの文章ですけれども、まあ、そんなことないんですよね。えー、これですね、えー、適応診断だと実務診断だと取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあるっていう場合がこのいわゆるその回復する見込みがあると言われるところですから取得原価にほぼ近い水準までいかないといけないだから取得原価の50%ぐらいの回復力ではダメなんですね。 付近金金まで回復していかなければ回復可能性があるとは認められないということです。はい、だからでは続いていきましょう、金利スワップですね、えーまあ、これちょっと難しいですが、ま,あ、まずですね、えーまあ、この特例処理を採用しているケースは基本的に、まあ、BS 価格とか、ね、金利スワップの BS 価格とか えー、ありますからまあこの1とかね、えー、まあその時価金利スワップの時価増加額とかって言ってる時点でまあここは切れたりするんですね一瞬で切れるとで2の方はですね、えー、金利スワップの特例処理って、えー、そのスワップと借り入れを一体としてみなすわけですから受け取り利息と支払い利息をですね別個で考えてるという時点でまあここも×なんですねもうねはいだからここはもう一瞬で切れるんですねはいで この5番もそうですね。5番もヘッジ会計適用していますので、まあ、金利スワップ自体は評価をしていくことになりますけれども受け取利息と支払い利息ですね、えー、これ両立てで計上されているので、まあ、ここは×ですよと。はい、だからまあ実質ですね数字入れなくても4と6ここの勝負になるかなと。 で金利スナップの時価自体の計算は通常、ですね、えー、こんなの勉強していないんで別に正解する人ていうのはないんですね、あのー。自分で試行錯誤して計算する人っていうのも基本的にはないです。ねあのーまあ、分かるぞっていう方は、まあ、当然やってもらいたいんですけども、ね、そうじゃなければ別に、あのー、こうやる必要がありませんが、まあ、一応ですね簡単に見ていくと金利スナップの時価評価って、まあ、将来キャッシュローの割引現在価値ですからですかちょっとですね見ていくとまず前期末の時点ですね。 え前期末の時点で,でまず前期末こうですねで当期末こうですと前期末の時点でのえ将来キャッシュフローっていうのはバツ2年4月1日時点で 2. 2のライーで金利でスタップの時間の算定は翌年のライブを使うんで,ですかバツ、あのー、2年度当期ですけれども当期ですけれども ず 1>, 1年度末の段階でこの ×2 年度4月1日のライブを使って計算をしていくと、えー、前期末の時点での将来キャッシュローっていうのはですね賞味ですよ賞味のキャッシュローってこれはまあ2万と2万なんですね。ですか賞味のキャッシュですよ、えー、ライブで計算するんで2.2%、まあ、と,と固定金2%の差額ね。 ここで少額しかプラス2万で、ね。でそれがあと残り2年間にわたって続くわけですよね。はい。ですか今こうですよ前期末で契約開始はこうですからね。でこれを2.2%、えー、でまあ割引ということですね。2.2%で割引きますよと。 割引金額が、えー、いくらかな金額がですね、これ、捨五にして3万8718です。3万8718。これが前期末時点での金利スワップの時価ですね。で,ですか、冬季ですね、冬季、ここですね。 ああごめんなさい前期末はここで、すで前期当期はこちらですね。ちょっとややこしいです。すいません。前期、当期ですね。で、当期末の段階でいいですか、将来キャッシュローですね、えー。見ていくんですが、ライブを変化しますね。変動金利ですから、ライブを変化して、翌、えー、期週、×34 月1日時点でライブを2.4%。ですので2、と2パート2.4%の差額で、残り1年で4万出てきますね。0.4%、えー。この1000万の0.4%ですね。えー、差額で えー、4万ねなんで当期末時点で4万なんですね将来キャッシュでこれをライボー2.4%で割り引いていくとその金額が3万9063はいこれが当期末のライボ、えーでごめんなさい当期末の金利スタップの時価で増加がここですね 345増えていますよと。はいえー、ですので、えー、回答だとここですね、増加額345と。で、4番も当期末の金利差アップの時間自体は合ってるんだけれども、ただ両立て計上してるっていう時点で、5番か、5番は間違えと。で、4番はこれ、24万を。 ただかなそれで割り引いただけの価値で、えー、特にキニスアップの時価でも何でもないんでまあ今ツだよということでまあこれは難しかったですねなので、まあ、あまり開答上は気にしなくてもいいかなと思います、ねまあ、なんとかですね、あのー、両立形状とかですねキニスアップ自体が特例処理で形状されるとかっていうところで、えー、選択肢を、ね、切って確率を上げるっていうことをやってもらいたかったと思います。はい、では続いていいで続続ててきましょう続いてが ストックオプションですが、まあ、このストックオプションの問題はまあ特に解説するのではありませんね。まあ、今回の問題で一番簡単と言っても過言ではありません、ね。えー、ケース1ですね、構成の評価単価が増加するケースですね。でかつ期間も延長してますからね、増加プラス期間の延長とあとケースの2番は構成の評価単価が下がるケースですから、まあ、これは従前の処理そのまま継続するというだけですから、まあ、ここは、ね、必ず、えー、そして、 まあ、ある程度時間はねかけなければいけません。けれども、ただそれでもね。なるべくこう素早くねえー。解いて時間をえー、まあ、貯金するっていうんですかね。時間を貯めていかなければいけない問題かなと思います。はい。まあ、これはいいでしょう、えー。問題15もそうですね。15もまあ、リースですけどもこれ前払い。 でえーまあ、特に論点としてはないんですよね、まあ、ちょっとこの契約した時が3月1日なんで、一瞬、えっと思うかもしれませんが、リース取引開始日が ×1 年4月1日で,で、3月31日に前払いするんで、まあ、その点だけちょっと注意してもらいたいんですね、通常のテキストの説明なんかでは、4月1日からリース開始して、4月1日に前払いという問題がですねほとんどですけれども、えーまあ、その1日前ですね、まあ、契約は3月1日も結んでますから、まあ、その1か月後、ですねリース取引開始をする前日に前払いをしていると、ねえーまあ、ここだけ注意していただければいいですが、まあ、基本的には通常の前払いの問題と同じですね。 で所有権移転のファイナンススリースですねで一応、これリース取引としか書いていないんで、ファイナンスリースか否かのですね、えーまあ、対応年数基準と、現在価値基準と、まあ、どっちかでいいんでね、とにかくファイナンスリースかどうかというところ、判定をして、えーまあ、分かりやすいのは対応年数基準ですから、えー、対応年数5年の75%以下かどうかっていうところですね、リース期間が。 75%ですから5年かける75%で3.75年ですね年よりは長いわけですからじゃあこれでファイナンスリースだなとで所有権移転ですからね、えー、所有権移転ファイナンスリースとはいまあ所有権移転するんでねあのファイナンスリースに決まっては、えー、いるんですけどまあ一応ね判定をしてあげればいいかなとであとはもう普通の前払いですからえー まあ、テキストの説立と同じようにやってもらえればと思います。ここも正解しなければいけない論点ですね。はいまあ、数字の方の、えー、解説は割愛させていただきます。はいで問題16が。えー、まあ、これ論文式試験でですね。出題された論点とまあ、同じというものでした。 まあちょっと追っとてみていきますか、えー、Y 社は従来数理計算上の差について8,000度の抑費から平均残存勤務期間である15年を償却年数として定額法で費用処理をしてきたと。でですね、えー、中途退職者が,者が急激に増加したため平均残存勤務年数を見直した結果、えー、勤務期間を10年として差をね処理していかなければいけないという形に変更しましたよと。 で中途退職者数が急激に増加して見直しを行ったというところなんで、まあ、このですね費用処理年数の変更っていうのが会計上の見積もりの変更に該当するのか会計方針の変更に該当するのかっていうところで、まあ、一つ問題になるんですけども、えーまあ、このようにですね会計事実の変化に伴った変更はこれ見積もりの変更なんですよ。ですので将来の期間にわたって計算をしていくと過去に遡のらないというところです。はいでまあ、それを、ね、ちょっとと見ていきますと1年度発生したものは えこれ発生年度の翌日から表用処理しますから,ですから ×1 年度に発生した1万2915はとりあえずですね ×2 年度 ×3 年度 ×4 年度は15年で処理してるんですね。ですんで 12915×15 年分の12要は3年償却をした残高 ×5 年度の機種の残高が ×1 年度発生部分はこれが1万332なんですね。これが ×1 年度発生した部分が2年34と3年間償却をした残りがですね1万332。 で、罰 ×2 年度も同じですね、罰 ×2 年度急に4 0発生しました。で、2年間は15年で費用処理をしていますから、残るのは、えー、8008ですね、罰 ×2 年度発生したものの、当期種の残りが8008と。で、罰 ×3 年度発生してませんから、で罰 ×4 年度発生しました、で、これは8 0年度のから、当期から焼却してい,ますいきますから、罰 ×4 年がマイナス2 0 7 0と、これそのまま残ってますよねでこれを えー、費用処理していくわけですけれども残存10年で費用処理をしていきますただ注意しなければいけないのはここで全部ですね割る10で計算してはいけないんですね。めから10年でしたよっていう感覚ですね。めから10年でしたよっていう発想で計算をしていかなければいけません。はいですんで10年が平均残存勤務年数で、まあ、3年経過してるんでここ割る7年2年経過してるんでここ割る8年で ×4 年度発生した部分は まだですね1年も経過していんで、る1 0年で費用処理をしていくと、えー、×1 年発生部分が、えー、1476ですね、1476で,で、×2 年発生部分が1001で、×3 年発生部分がマイ、え、ナ、ー、ス、まあ、207ということで,で、ここを合わせていくと、えー、2270になります。ですね まあちょっと難しいですよね。で、普段こんなのやっていないですし、そもそもです、ね、見積もりの変更かどうかというところの判断も難しいので、えーまあ、基本的にはもう、ね、ここは気にしないと触れる必要はないかなと思います。はいですです、ねえー、見積もりの変更として処理をして残存ですね、部分を残存処理年数ですね、えー、10年じゃないっていうところもちょっと注意しなければいけませんね。3年は消却したんで10年引く、3年で7年、2年は経過したんで10年引く、2年で8年で、えー、費用処理をしていくと。 はい、まあ、でもねもうこんなの無視ですよ、ね、もう全然気にしてる必要はないとじゃあ次税効果の理論いきましょうはい税効果ですねこれ違うの「い」と「う」ですね「い、えー」イと「う」いきましょうか、えー、その他包括利益累計額の表示ですけれども、えー、原則として、ね、これ税効果を控除する前の金額から関連する税効果の金額を控除する形式で表示をしなければいけないということで、えーまあ、間接控除っていうのはですね原則的な表示,表示しなければいけないとですね、えー、なっていますけれども、えー、基本的には 控除後の金額でででで表示をしてていいいきますすははい、ここはですねで続ウ、ねえー、につきましては税率が引き下げられた場合税率が引き下げられると栗延税金資産の金額が、えーまあ、仕分けで考えるとねこれ栗延税金資産減りますからね税率が引き下げられた場合って栗延税金資産が減るということは栗延税金資産が貸し方にくるわけですね。 税率が下がって繰延の税金さん減りますよ繰延の税金さん貸し方にくると包丁が借り方にくるんで要は費用が増えるわけですねで費用が増えるってことは利益が減るわけですから利益が増加するっていうのがバチ間違いですよねはいこれが間違いですよと利益増加しません減りますよとはいこれは×ですねなのであと A, A ですかね3番が丸ですはいで続いて問題18もうここね四半期で非常に計算の分量が多いんでもう数字の方のですね説明は割愛させていただきますねえー、まあここはですね まあ作戦としてはも飛ばすとこれが一番の正解です。なのでまた細かいね解説なんかは、えー、解説冊子の方をですね確認をしてください。まあ非常にねこう数字集計量が多いですから。はい。では続いて問題19まあここもですね数字の方は確認はしていきません。えー、合併ですね。あご,ごめんなさい。為替勘定調整勘定の金額でこれも冒頭申し上げた通りここのカマはまあ普通にタイムテーブルをですね作ってまあ作らなくてもいいですけどね。えー どれの部分と資本のところから純資産のところから川町を拾ってくるとで資本の方からの川町は、まあ、持ち無双土額ですね、えー、本八十パー80%部分を拾ってくるというところですから、えー、資料の5番ありますけれども、えー、これ完全にダミーデータですから完全に無視ですねはいですんで、まあ、上のところからですねもう拾ってくるよと、まあ、ここもですね、えーまあ、実際の数値自体の検討っていうのは割愛させていただきますはいでは問題の2十ですね連結財務省の理論これも正当から成功ですね はい、行きましょうか。まあ、間違ってるのはいと絵ですね。で、糸え特にいなんかはこの後21の合併にも関わってくるところですね、えー、子会社の取得が複数の取引により達成された場合。 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本を総裁求する際ののの親会社の投資の金額は支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額に基づいて算出されると。こ個々の取引ごとの原価の合計額に基づいて算出されるとありますけれどもこれタイトル見てくださいねこれ連結財務諸表上の処理ですからね連結上は原価合計の累積ではなくて、ね、直でで評価しすすんでよね考え方は過去のですね投資が生産されて再投資されたっていうふうに考えるんで時価、えー、で評価をし直すとだから段階取得にかかる誘いなんか、ね、あの出ていた、えー、わけですよね。 な、はい、ので、えー、原価合計額というところ、ここですね、これが×ですよと。はい、で、一番下ですね、子、えー、会社株式の通加取得によるキャッシュフロー、これ、投資とありますけれども、これ、財務ですね。子、はい、会社株式の取得による支出ですね、はい。はい、ここは×ですよの、まあ、ここ正当可能性はこうで、えー。で、続いて、えーまあ、合併ですけれども、まあ、ここも。 ですね、数値自体は、えーまあ、特にもう検討はしていきません合併比率が1対2ですねここから1対2と、まあ、2対1ですかね A 対 B が2対1と、はい、これが合併比率になりますであと抱き合わせ株式ありますから B 社の発行済み4000選株のうち10%は持っていますから なんで当社以外が保有している株が3600で、でまあ、ペルツ2対1ですから、A 社株式を、ね、1800発行すると、はい、1800, 1800発行して、時価が400ですから、新たに取得した部分の、えー、取得原価が、えー、72万ですかね、万72万。72万 ただこれ、新たに取得した部分ですよ。これ元々、もともと10%は持っていたわけですから、それ以外の90%分、この72%っての90%分。で、残りの10%部分はですか、この問題って個別上の処理ですからね、ちょっと初めに確認しなければいけなかったんですが、聞かれてるのは個別上ののれんですからね。で、個別上っていうのは、さっきの理論でありましたけれども、原価合計ですね。さっきの理論は連結上でバツ足作ってるんですよ。で、これ個別上の処理って原価合計ですから、 これ B 社株式の取得原価ねこれを加えてあげなければいけないと時間評価されていますけれどもね原価合計ですからこれ6万ですね10%は6万となので取得原価が78万として計算をしていくというところでえのれんの金額が9万6000円で出てきますからね90%分が 72%10% 分が取得原価合計で6万ねでのれんを出していくと9万6000円ですからねまあ細かいところはね各自お任せをいたしますはい えー、ここ必ずね、正解しなければいけません。あの、連結上と間違えちゃいけませんからね。さっきの理論は逆に、あの、個別上と間違えちゃいけないというところでですね。あの、しっかりと問題文もね、あの、タイトルをね、特に意識して読めたかというところが一つポイントになりました。はい、では、問題二十二ですね。問題二十二間違っているのは、えー、あと、うですね、あと、う、こ,こですね。で、あは企業結合に関しての。受け入れるですね、資産及ぶ負債ですね。で、受ける資産及ぶ負債ですけれども。非と企業。 の BS にか非取得企業の BS に計上これ、主と企業の問題ですからね、主得企業の問題だから、非主と企業に計上されているかどうかは関係ない。ね、で、ここは GARP で認識されているかどうか、ね、一般に公正だと,と認められる企業会計の基準上、認識されているかどうかっていうところで判断をしていきますから、ね、相手が認識しているかどうかは関係ないんですからね、主と企業から見てどうかっていう判断になりますから、はい、だから、えー、ここは×ですよと。 はい、で、ええー、う事業分類の対価ミックスバージョンの処理ですね。えー、で、間違ってる、のその下ですよね。はい、ここはまあ、簿記とのですね、関連で見ておいてください。バツですね、はい。まあ、ここもね、えー、まあ、正当化のせは、こうにさせてもらいました。じゃ、あ最後ね、総合問題いきます。まあ、この数値の検討というのはしていきませんが。 まず問題23、売上原価で、これ、成果連結だけでいきますから、ね、全然難しくないですね、売上原価の部分につきましては。でかつ、えー、ダウンストリームですから、安分も考えなくてもいいっていうところで、えーまあ、ここは必ず成果しなければいけないと。で、24、これ、建物ですね、えー。建物アップストリームですから、安、まあ、分のこと考えなければいけないんだけれども、ただ、建物の金額自体は、えー、これ、アップストリームでも関係ないですよね。 まあこの上の上商品売買と同じような発想で解くことができます。はい、なので、ここも正解が必要ですと。で、利益・上金・投機・残高、これもですね、あのまた解説なんかがね、あの公表されたら解いていただきたいんですが、まあ、難しくはないですよと。でも、通常、利益・上金投資・投機・残高っていうのは、もう相補津ですから、まあ、ここは解かなくてもいいよと。解く必要はありませんと、はい。で、非支配株主持務、これはですね、アップストリームからできますから。 まあちょっと正当化したはこうにしましたけども、まあ、個人的にはまあこう,うからまあ中でもいいかなとは思いますよ。ねまあ、アップが入っていますからちゃんとアップストリームの部分を考慮して被写体株主持ち分を算定できたかどうかというところで、まあ、個人的にはちょっと中でもいいような気はしますが、まあ、一応ねちょっと考慮間で話しちゃったところ、まあ、こうはこうにしようというです、ね、ところになりましたので、えー、まあここはねレクとしてはこうですね。はい で親続投機純まあこれも通常、ですね埋、まあ、没って考えますから、まあ、トライした方はそんなに難しくなかったというところで、えー、ただ、別に無視しても構わないと。で、最後、問題28、もうここだけは完全に独立した問題です。ね、独立してますから、えー、資料としては、ここですね、ここか、ここだけ見てできるんですね、ですか具体的には、えー、その他の包括歴ですか、その他の包括歴の金額で。 まず P の増加部分ですね、親会社 P の増加部分、3 8 8るまるから3863引いて、えー、プラス1万7000ですね。プラス1万7000で,で、S の A 株以外ですね、これで9000、プラス9000かな。で、ただ、えー、ここですね、この部分でマイナスが入ると。 えとこの部分でマイナスが入っていきますんでえちょっと計算するとマイナス3000ですねマイナス3000ここですねここ,だからここですねこのプラス3000が売却によってマイナスですからねマイナス3000になりますからプラス3000あったらですね えまあよその他有価証券評価差額き部分が消えていきますから、ね、プラス1万7,000マイナス3,000プラス9,000ですねここからえ数字を拾ってきてえ2万3,000かなでここはですねもう切り離して解くことができるんで完全にこう連結の問題の中でもですねえ独立して考えることができますからなのでまあここは取ってもらいたかったな取ってもらいたかったかなと思います。た、はい、ただまあねあの限られた時間の中で まあ、正当可能性定位以外のところね、全部こうにしましたが、二十三、二十四、二十六、二十八、全部取るのはなかなか難しいと思いますんで。ね。まあ、なんとか。 3つですね3つ取ってもらいたかった方と特に2324ねここいい、はいえー、ちなみにですね松本先生はこれ3倍速講座を受けた方は満点取れるはずだと、えー、言っておりましたので、ねえー、マリックの三、ね、3倍速講座を受けられた方はですね、まあ、こういった総合問題対策ってすごいあのみっちりとやっていたと思いますんであの、まあ、ぜひね、えー、ちょっと満点を取ってもらいたかったかなというところで、まあ、それは松本先生もねおっしゃってました。はい、えーまあ、巡礼記とかねあのー 投機三中とか親株投機巡略なんかもね、みっちりと練習していたから取れるはずだとおっしゃっておりましたので、3倍速取った方は満点、もしくは1ミスぐらいで、そうじゃない方はですね、できれば3つ取ってもらいたかったかなというところです。はいですねだいぶ駆け足になってしまいましたけれども、またですね今週の土曜日に分析会ありますので、そこで今日話し足りないところ、さらには解説冊子なんかもですねまた公表されますので、そこで。 まあ自分の、ね、回答というところを確かめて、えー、てみください、はい、で、まあ、発表までねあの1か月少しありますけれども、まあ、何回も言うとるこの発表までの過ごし方っていうのはですねすごい、えー、重要になってきますんで、ねえーまあ、点数取れた方もね、えー、すぐに論文講座に切り替えて。 でちょっとですねボーダーに届かなそうだなって思う方もですね、えー、ま落、あ、ち込んでる暇っていうのはありませんのでまあ少しね休むのは全然構わないと思いますけれどもまあ早いタイミングでですね、えー、次どうするのかなっていうね自分のこうビジョンっていうものをですね定めてで定めたらですねもう一気に突っ走っていくというね、えー、スタンスでちょっとですね気持ちを切り替えていくようにしてくださいはい、えー、それではですね、えー、本当に今日1日ですね、えー、というかもう本当にですねずっとですね長い間今日を目標に頑張って来られた方ですね、えー、本当にお疲れ様でしたただ 会計試験といのはね論文式試験ここがね、えー、最後の通り問としてありますから、えー、まだまだですね、えー、少し先は続きますけれどもぜひですね、えー、論文に向けて頑張っていただきたいそして、えー、ちょっと厳しそうな方はですねまた次のビジョンに向けて頑張っていただきたいかなと思いますはい、えー、それではですね平成30年1回目担当試験本試験の財務会計論速報動画以上にさせていただきます皆さんお疲れ様でした